すごいな、無傷じゃないか。応援にも行けなくて本当に申し訳ない。打点の力を使うからだよ。あの状態で受けた傷は治療では治らないんだから、それこそ高まった治癒力に身を委ねるしかないんだし。そうだな、でも明日には完治できそうだ。本戦には問題ないさ。うんうん、なら今日もここでしっかり休む。お母さんの試合になるまでは一緒にいてあげるからね。悪いな、それじゃあ病室に戻るよ。うんうん、それまでとそれからは一緒にいるから頑張って治療に専念してね。ああ、すごく助かるよ。さて、あとはお母さんくらいかな。あと副隊長の人が一人いますけど、正直東屋さんのところですし、見ても仕方ないですね。どんな人でしたっけ？お面をかぶっている男性ですね。大会の記録はありませんね。今回が初出場です。へえ、じゃあ新しい副隊長なのかな。だとしたらどんな人物か見ておきたいわね。そうですね。それではどんな能力者がいるか見てみましょう。他の予選者の能力の使い方から学べることがあるかもしれませんからね。皆さん長らくお待たせしました。今から司会でおなじみチェーンちゃんが司会を務めます。第27リーグ、そこのリーグリーダーを務めますのはデルマン、モーゲン選手。本戦出場経験はありませんが、どういった戦いを見せてくれるのか。ここから先は勝っても本戦では隊長たち、はっきり言って消化試合かな。でもまあ、まだ30リーグと31リーグ、見どころはある。特に引き霊下さん。天の絵隊長の師匠であり、白鵬と東野よりも早く隊長になったというエリート。そんなレジェンドがどんな戦いをするか気になる。あ、そういえば立花副隊長が戦ってるところは見たことないかも。普段あんまり喋らないし、どうなんだろう。決着29分の決闘の末、勝利を得たのはリーグリーダーのデルマン選手。遠距離攻撃系能力者が大勢いたこのリーグでは配置と環境の理解力が鍵となりましたが、見事にデルマン選手がリーグリーダーの意地を見せました。まさに能力ありのとんでも FPS を見ている気分でした。さあ、次は28リーグ、ここのリーグリーダーを務めますのはギレン・ラード選手。第3回で本戦出場した経験がある世界屈指の実力者です。さあ、この第5回ではどのような試合を見せてくれるのか。確か、第3回の1回戦では白鵬にワンパンされてたよね。大したことないなぁ。決着、第28リーグ勝者はギレン選手。電気系能力を使った気力攻撃はまさに爽快。なんで電気系能力って見た目があんなにかっこいいんだ。思ったより強くなってたけど、電気系ワンマンだから隊長クラスには意味をなさないな。特にバハート隊長からしたら格好の餌食、負けたね、ギレン。さあ、前線行こう、ノリノリで行こう。続いては第29リーグ、そこのリーグリーダーはハゲてない。さあ、果たして本当にハゲてないのか、それともハゲてるのか、これは今大会最大の謎を追求する戦いになりそうです。ハゲてない、なんか名前を付けた親に一生悪意を抱きそうな名前だな。決着です。まさかまさかのリーグリーダーが一番最初に脱落。敗因はやはりあれでしたね、カツラでした。強かったんですよ、意地にもあったんですよ。でもカツラが、カツラが飛んでいかなければ、ああ、それ以上は言えない。言葉にできない虚しい戦いでした。そしてそこから他の選手同士が戦う中、勝ち残ったのはミストロ、ピエム選手でした。まあ、アルドラ隊長のカノだけどね、あの程度だと。さあ、続いて30リーグ、ここのリーグリーダーを務めますのは引き霊下選手。なんと引き霊下選手はあの引き東屋選手の奥様であり、福読白鵬の同期、そして天の絵光華選手の師匠でもあります。そして何より今大会予選、無傷で圧勝した引き月下、月下、王下、若選手たちの母親であり、師匠でもあります。つまり実力もかなり期待できます。うわぁ、もうなんか地球防衛軍内で生きる伝説みたいになってるじゃない？プレッシャーだわ。でもまあ、効果と戦いたいし、ここはリハビリを兼ねて頑張りましょうかね。それでは第30リーグ開始。さて、私の力は鍛錬と実践で出せる力量が大幅に変わるから今回の殺傷ありの大会は都合がいいわ。昇電、ホーリージャッジメント。さて、この能力を使ったのは本当に久しぶりだけど、どうかな？うわぁ、ぶっ壊してやる。俺の凶暴化する能力でな。誰でもいい、俺に噛み殺されろ。よしよし、ホーリージャッジメントの精度は鈍ってないわね。あとはオーラ技術だけど。うんうん、乱れなし、なら問題なさそうだ。大丈夫だ、あの光の霧が消えた。このまま気配を消して近づきさえすれば。気配を消すならこの世に痕跡を残したらダメよ。聖天の支配者相手にするならね。うんうん、オーラ技術も問題なし。調整してたから実戦との誤差も少なくて助かるわ。すご、オーラ技術の完成度が東野と同レベル。いや、大物の技術の質を見れば霊下さんの方が。天の絵隊長の師匠というのも納得だ。しかも、
聖剣支配を持つ聖剣の支配者。お母さんってあそこまで強かったんだ。でも今のところせっかちゃんの方が強いですよ。ところどころの分野で負けてますけどね。特に剣術をしっかり見ていてくださいね。レイカさんの剣術はせっかちゃんや白にもいるものが多いはずなので。うん。よしよし、オーラ、能力、体術、護衛術、フットワーク、どれにおいても現役に近い感覚まで調整できた。あとは、剣術かな。マイル。昇天竜、聖剣攻破戦。終わりね。さあ、どうするか。気配がずっと動かない。こちらから先手を打つべきか。とりあえず策を張ろう。よし、これで効果とのウォーミングアップは完了ね。決着です、スマート。何かですら立てない、自然に溶け込んだかのような流れるような気配と攻撃。一つ一つの動作がもはや芸術と呼べるレベルに美しく、勇ましい殿様をまさめて一致です。30リーグ通過者、指揮、レイカ。聖騎士、いいところを聞くじゃないか、シェイン副隊長。レイカの現役時代の肩書きは、聖天聖騎士、天の絵、レイカ、能力、剣術、オーラどれをとっても天賦の際に愛された最強の聖騎士だったからな。ですね、そして純粋な天の絵一族ということで神に近い身体ポテンシャルと不老不死を持つ一族の生まれ、どう見ても姉さんの才能は過去隊長でも3本指に入ると思うわ。子供たち全員レイカ姉さんに似ててよかったわね。全員ちゃんと継がれてる。見たらみんな若い頃のレイカ姉さんにそっくりなんだもん。だな。結果が能力を、石化が剣術を、桜花がオーラ技術を、露花が体術、護衛術を得意としている。それに加え、四季の能力、今回全員が本戦出場したのも本当に心から嬉しい、誇りに思う。本当、トウヤ兄さんは親バカね。ちゃんと子供たち全員褒めてあげなさいよ。そうだな、それがいいな。さすがですね、実戦だとなお綺麗です。まだ現役で私のようなもっと上の技術を知る者から教えを与えられていたらこの星で最強と言っても過言ではないほどですよ。確かに技とかそれらは私たちの方が上かもしれないけど、一つの技や動きのつなぎ、そんな細かい無駄がない動きに関してはお母さんの方が圧倒的だ。ですね、多分何百万と超える鍛錬の中で磨き上げてきたんだろうなって思う。いい試合が見れたわね。ただ技を覚えるだけじゃなくて少しでも無駄なく洗礼にしていく。まだまだ親から学ぶことが多そうね。ですね。さて、次は副隊長の人です。今まで見てきた副隊長クラスはなかなかのポテンシャルを持っていましたし、期待はできそうですね。せっかちゃん、ハク、私は少し席を空けますので始まってもそのまま観戦していてください。わかったわ。さあ、残りリーグは2つ、残りの試合も見応えのある戦いを繰り広げてくれるでしょう。さあ、続いて31リーグ、リーグリーダーを務めますのは橘祐介選手。前年度から地球防衛軍の副隊長に任命され、今年度の大会が初出場となります。実はというと私の素性も戦闘スタイルも何も分かっていません。地球防衛軍のくしりちゃんです。それでは試合開始。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。